こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。えー、今回はですね、えー、レジサポラインについて解説していきたいなと思います。でですね、あのまあ人によってはですね、サポレジラインとかって言ってね、あの逆の言い方をする人もまあいらっしゃると思うんですけども、まあ、えー、呼び方はですね、どっちでもいいかなと思います。 今回の動画講座では、えー、レジサポラインというふうに呼びたいと思うんですけど、えー、今表示させているのが、えー、ドル円の4時間足ですね。でドル円はですね、昨日111.408円までですね、えーまあ、上昇してきたんですけど、ここでまあ上げ止まってですね、えーまあ 下落したということで、この111.408円付近にま何か潜んでいたんだなということがまあわかるわけですね。えー、まあ、この、ここにですね、あの、4時間足レベルでの 480EMA がね、まあ、存在してたりもするんですけど、えー、まあ、それ以上にですね、この左側のこのレンジ帯に注目してほしいんですけど、ここ。 このレンジ体のこの真ん中ですね。真ん中。ここをね、もっと注意深く見てほしいんですけど、まあこれ、レジサポラインになってますよね。え要は、まあこの上昇はね、こう上げ止められていて、そしてまあこの下落はサポートされていて、で、またこの上昇は、えまた上げ止められていて、で、ここも上昇がね、まあ若干上げ止まっていると。で、まあ、 ここもね、あの、4時間足ではこういう風になってますけども、えー、1時間足でですね、えー、先ほどのところを見ますと、えー、1時間足、先ほどの見ますと、まあ、ここ、要線1本分でね、まあ、こう、サポートされているわけですね。111.408円付近で。うん。まあ、このように、ま、ちょっと1時間足と4時間足とで、こう、あの、見るとですね、若干、ちょっと表示が、ねえー、変わる、 えことはまああのよくあるんですけどもあのなので一つの時間足ばっかり固定してずっと見るんじゃなくてまあ4時間足とか1時間足とかえいろんな時間足をねえまあよく見るようにしてほしいんですけどもあのまあえ先ほどの解説の通りですね111.408円付近というのはえこのレンジ帯で,ですねあのまあレジサポーラインになっているえ場所だったんですね。 ということでこのまあ過去ですねレジサポラインにあのまあなっていたえ付近のポイントっていうのはですねもう一度そのポイントまでこう来るとですねまあこのようにこのことを知っているトレーダーはですねえまあこの辺にねあの差し値決済注文とかえ置いたりすることができるんですけども このレジサポラインの考えを知らなかったらですね、この直近の高値というのが、この111.7円に潜んでますので、この直近の高値とかにですね、安易にあの差し値決済注文とかね、置いちゃったりして、そうなるとですね、引っかかってくれないわけですね。直近の高値まで、え、ー あの上昇することなくちょっと手前で抑えられて下落と、えー、いうことで、まあ、あのかかってくれないんであの利益確定にならないんでこれだと、えー、だから安易にその直近の高値の位置にあの差し入決済注文をいっつも、えー、置くっていうのはあ,のあんまりおすすめはしないです。 あの、もっと、えこのね、あの、直近の相場をですね、あの、よく観察して、こういうね、ま、電磁体とかできていたら、この電磁体のこの、ま、真ん中ら辺で、あの、ま、綺麗にね、ま、今回は本当に綺麗に、えレジサポラインがね、こう、ここで、あの、出来上がってますよね。ま、レジサポラインというか、ま、レジサポゾーンと言ってもいいかもしれないんですけど、えこういった、え、あの、区間というかね、ポイントを、 えー、見つけることができたらですね、えー、もう一回相場が、えー、この辺に挑戦してきたらですね一旦抑えられるなというのがね、あのー、もうすぐ分かると思いますんで、まあ、この辺に、えーまあ、差し値決済注文を、えー、置くことがまあできるかなと思いますうんなのであのー、レジサポラインというね、えー、いう、まあ、この考えをですね、あのー、今後 今後の、まあ、トレードに、えーまあ、応用していって、えー、いただけたらですね、あのもっとこうあの上手なね、裁、え、量、ー、トレードができるんじゃないのかなと思いますんで、えー、ぜひ、えー、ご参考いただけたらと。 思いますまあ、僕はあの FX 教材もですね、あのいくつかまあ販売してますんで、あの良ければえそちらもえご参考いただけたらと思います。えー、DL マーケットの方でも販売してるんですけども、えー、この動画の下のえ概要欄にはですね、DL マーケットのえリンクや、えー、あとまあ僕は LINE アットもやってるんですけども、 あの、LINE アットの、えー、リンクだったりとか、まあ、僕に関する、えー、リンクをですね、えー、いろいろと、あの、貼ってありますんで、えー、よければ、えー、動画の下の概要欄もですね、あの、チェックしといていただけると嬉しいなと思います。はい、というわけで、今回の動画講座は以上になります。ありがとうございました。翔太でした。